どうもこんにちは、アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はですね、今話題の絶対に遊びたい大人気おすすめスマホゲーム10選を紹介していきたいと思います。今回はですね、月の始まりということで結構ね、新作のスマホゲームたくさんリリースしているので、ぜひね、最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。今回ね、紹介するスマホゲームはダウンロードからプレイまで全て無料になりますので、ぜひね、ちょっとでも気になったゲームがあったら説明欄からダウンロードして遊んでみてください。それでは本日の動画始めていきましょう。まず最初に紹介するのはドクターストーンバトルクラフトになります。本作はですね、素材を集めて化学アイテムをクラフトしたり、石神旋空や琥珀、原作の登場キャラが激しくバトルするなど、ドクターストーン的要素の詰まった本格的なストラテジーゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、ドクターストーンのキャラを使って陣取り合戦が楽しめます。石神旋空や琥珀、クロム、獅子王司などドクターストーンのキャラクターを操作できます。またですね、自分の本拠地を守りつつ相手の本拠地を壊すことができれば勝利できます。続いてですね、科学的要素を存分に活かした素材の合成を楽しめます。こちらドクターストーンバトルクラフトはね、様々な素材を組み合わせて新しいアイテムを作れます。クラフトで使う素材はね、探索することで入手できます。入手できる素材の種類はね、探索する場所によってね、変化します。クラフトしたアイテムをバトルに持ち込むことでね、ゲームを有利に進めることができます。それ以外にもですね、ドクターストーンの物語を一から楽しめます。原作ドクターストーンの物語をアドベンチャー形式で追体験できます。ドクターストーン初めてでね、物語がわからない方でもゲームを通してストーリーがわかるので安心して遊んでください。次に紹介するのはステートオブサバイバルになります。本作はですね、全世界9000万ダウンロード突破の大ヒット作品でですね、謎の病原体によってアンデッド化した人々がさまよう世界を舞台にね、仲間と協力して生き残るために戦い抜くマルチスタイル生存戦略 RPG ゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、終末世界を重厚なストーリーで楽しめます。こちらステートオブサバイバルはね、謎の病原体が蔓延した終末世界を舞台にね、究極のサバイバル部隊を編成してゾンビを倒したり、ゾンビからの襲撃を防ぐために基地を建設したり、供給品を収集したりとね、圧倒的なクオリティでゾンビ世界を冒険できます。続いてですね、誰でもリアルタイムで本格的な爽快バトルが楽しめます。バトルはですね、自分の領地に侵入してくる敵を倒すね、一般的なタワーディフェンスバトルですね。プレイヤーはね、自操作でキャラクターや兵器を配置するだけでね、放置していれば自動で戦闘してくれる簡単操作なのでね、初心者の方もこの機会に遊んでみてくださいね。それ以外にもですね、他国の友達と一緒に協力して遊べます。プレイヤーのゲームを遊ぶサーバーはね、全て同じサーバーなのでね、他国のプレイヤーと一緒に気軽に遊んでみてくださいね。次に紹介するのはタイムディフェンダーズになります。本作はバリエーション豊かなステージとキャラクタースキルの組み合わせがプレイヤーの戦略を新たな次元に導く未来型戦略 RPG ゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、60人以上の英雄キャラと多彩なスキルや様々な戦略を楽しめます。こちらタイムディフェンダーズはね、多彩な英雄たちが 3D で迫力ある戦闘をしてくれます。またですね、収録しているキャラクターやスキルが本当にね、多いのでね、爽快なアクションの演出に飽きることなく楽しめます。続いてですね、豊富なメインストーリーと多彩なサブコンテンツが楽しめます。メインステージではね、マップごとに求められる戦略性が全て異なります。さらにね、サブコンテンツも多数用意されているのでね、がっつりゲームをやり込みたい方にもおすすめなゲームです。それ以外にもですね、 RPG 初心者の方でも気軽に楽しめます。キャラ育成の手間を省くスキップ機能だったり、プレイを振り返ることができるリプレイ機能などね、 RPG 初心者にも優しい機能を搭載されているのでね、安心して遊んでくださいね。次に紹介するのはザ・ペガサス・ドリームツアーになります。本作はですね、世界初のパラリンピック公式のスマホ向けアバター RPG ゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、観戦するのではなく自らが選手となってパラリンピックに出場できます。こちらザ・ペガサス・ドリームツアーはね、いつでも世界中の人と一緒にボッチャだったり 100m スプリントや車椅子レースなどね、多彩なパラリンピック競技を楽しめます。続いてですね、近未来な世界を自由に探検できます。舞台となるペガサスシティはね、健常者と障害の方が同じように日常が送れる未来のあるべき姿が舞台です。本当にね、全ての方の個性が尊重されてね、ポジティブな気分になれる空間を実現しています。それ以外にもですね、自分そっくりのアバターでパラリンピックを楽しめます。こちらはね、一般的なキャラ作成と違ってね、手元のスマホでパシャってね、自撮りするだけでね、
簡単に自分そっくりなアバターを作ることができます。作ったアバターでね、自由に自操作してね、シティを探索したり、選手としてね、競技に参加したりとね、パラリンピックを存分に遊べます。次に紹介するのはマーベルフューチャーレボリューションになります。本作はマーベル初のモバイルオープンワールドアクション RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、プレイヤーがスパイダーマンやアイアンマンなどアメコミヒーローになって、果てしない広大なマーベルの世界を自由に冒険できるオープンワールド型の MMORPG ゲームでですね、実写風の 3D キャラに加えてコンシューマーゲームに劣らない映画のような迫力あるアクションバトルが楽しめます。3次元の空間をフル活用してですね、地上でも空中でもバトルを楽しめます。各エリアのヒーローたちと交流して様々なミッションを楽しみましょう。それ以外にもですね、ソロプレイ以外にですね、友達と一緒に協力できるマルチプレイも遊べます。続いてですね、原作を完璧に継承した新しいマーベルユニバースの誕生ですね。マーベルの世界のヒーローとなって作り上げる心躍るストーリーが体験できます。様々な場所に隠された原作オマージュミッションでマーベラスの世界観を楽しめます。オメガフライトの一員となり、コンバージェンスにより滅亡の危機に迫った地球を救いましょう。それ以外にもですね、各パーツごとの自由度の高いカスタマイズまで自分だけのヒーローを作成できます。映画やアニメ、漫画、既存のマーベルのゲームでは見たことのないですね、様々な姿のヒーローたちに会うことができます。マーベルコミックスから映画に登場するコスチュームまで、今まで見たことのないコスチュームを組み合わせて自分だけのコスチュームを作ることができます。次に紹介するのはガレナフリーファイヤーになります。本作はですね、全世界で5億ダウンロード突破の10分で遊べる50人のプレイヤーが同時に最後の生存者を目指す究極のモバイルバトロワーゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、10分の短い時間でバトロワーが楽しめます。一般的なバトロワーね、1試合あたり20分から30分ぐらいかかるんですけども、こちらフリーファイヤーはね、1試合約10分でバトロワーが遊べるのでね、ちょっとした隙間時間にプレイしたい方に特におすすめなゲームです。続いてですね、世界で愛され続けているバトロワゲームが遊べます。こちらフリーファイヤーはね、国内では知名度が低いんですけども、アップストアや Google プレイストアで評判が良くてね、さらに世界では PUBG モバイルだったり、フォートナイトやコールオブデューティーモバイルに次いでね、最も人気のあるバトルロイヤルモバイルゲームの一つです。まだね、遊ばれてない方はぜひこの機会に遊んでみてくださいね。次に紹介するのはアマングアスになります。本作はですね、全世界で大人気で常に300万人を超えるプレイヤーが同時に遊んでいる、4人から10人のプレイヤーで遊べれる宇宙を舞台にした人狼ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、無料でアマングアスが遊べます。 Nintendo Switch や PC 版で遊ぶと有料になるんですけども、こちらスマホアプリ版は無料で遊べます。無料だからといってね、ゲームプレイに特に制限はありません。人狼と鬼ごっこ要素を同時に楽しめます。ゲームルールはプレイヤーはクルーとインポスターに分かれて、クルー陣営はね、インポスターを全員追放すると勝利します。インポスター陣営はね、クルーを殺害、追放してね、クルー陣営と同じ数になる、またはですね、一部サボタージュの修復が時間内に終わらなかった場合に勝利します。本当にね、簡単操作で遊べるんですけども、奥深いゲームだと思いますね。それ以外にもですね、他のデバイスのお友達と遊べます。先ほどもお話ししたんですけども、こちら iOS と Android のスマホアプリ版の他に、Nintendo Switch 版や PC 版でプレイしているお友達と一緒に遊べます。次に紹介するのはウマ娘プリティダービーになります。本作はですね、奥深い育成システムとハイクオリティな 3D で表現されるウマ娘の世界で、プレイヤーはトレーナーとしてウマ娘と二人三脚でレース優勝を目指していく育成シミュレーションゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、絶妙な育成ゲームを楽しめます。こちらウマ娘はね、一般的な育成のスマホゲームと違ってね、ガチャで入手したキャラクターを3年間決められた期間でプレイヤーがどのように育成していくかで、キャラが強くも弱くもなります。またですね、キャラクターごとに育成手順が変わったり、レアリティの高いカードになればなるほど育成方法が難しくなります。続いてですね、ハイクオリティな 3D で生み出す迫力のレースと圧巻のライブ演出を楽しめます。最大18人のウマ娘が一着を目指してレースに挑むんですけども、本当にね、競走馬本物さながらの臨場感を楽しめます。レースに勝ったウマ娘だけが行えるウイニングライブだったり、ウマ娘の様々な楽曲とライブパフォーマンスを楽しめます。それ以外にもですね、リアルな競馬を楽しめます。
。こちら馬娘はね、必ずしも強いキャラクターが勝てるわけではなくてですね、足を余したりとね、アクシデントもたくさん発生します。リアルな競馬を遊びたい方もぜひこの機会に遊んでみてくださいね。次に紹介するのはプロジェクト世界カラフルステージフィート初音ミクになります。本作はですね、初音ミクなど有名バーチャルシンガーと一緒に世界を旅して本当の思いを見つけていくリズムゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、初心者から上級者の方までリズムゲームが楽しめます。こちらプロジェクト世界カラフルステージフィート初音ミクはね、一般的なリズムゲームと同じ遊び方で遊べますね。音楽に合わせて流れてくるノー2に合わせて画面をタップ、スライド、クリックして遊びますね。難易度はね、5段階から選べれてですね、一番簡単なモードイージーモードからリズムゲーム上級者モードのマスターモードまで自分に合った難易度で遊べますね。それ以外にもですね、観客になってね、ペンライトを振ったりアイテムを使ったりして初音ミクたちのライブを楽しめます。続いてですね、初音ミクなど有名バーチャルシンガーの本格的なダンスや演奏が 3D 演出で楽しめます。本作はですね、リズムゲームの背景に指定したキャラクターたちがリズムに合わせてダンスや演奏をしてくれます。またですね、初音ミクたちの衣装はね、プレイヤー自身が自由に着せ替えできます。この機会に自分好みのキャラにしてみてくださいね。最後にですね、ロキ、シャルル、メルトなど有名楽曲が遊べます。本作はね、ロキ、シャルル、メルトなどおなじみの定番楽曲から最新の人気楽曲まで幅広く収録されていますね。さらにね、本作のために作られたオリジナル楽曲も登場しています。本当にね、初音ミクたちの様々な楽曲や 3D のリアルなライブ演出が楽しめます。最後に紹介するのは僕のヒーローアカデミアウルトラインパクトになります。本作はですね、週刊少年ジャンプの名作僕のヒーローアカデミアのスマホゲームで、3対3で敵と戦うヒーローたちの個性炸裂バトル RPG ゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、ヒロアカのド迫力アクションの演出を指一本で楽しめます。こちらウルトラインパクトはね、誰でも指一本の操作でヒーローたちの個性をつなげることができてね、スキルチェーンすることでね、ド迫力の個性や必殺技演出を楽しめます。続いてですね、ヒロアカの物語を一から楽しめます。物語の始まりである主人公緑谷出久とナンバーワンヒーローのオールマイトとの出会いから、テレビアニメでおなじみの名シーンやプロヒーローを目指すデクたちの物語などヒロアカストーリーを振り返ることができます。それ以外にもですね、夢のヒロアカチームを編成できます。原作で見ることができないヒーローと敵を同じチームに編成してバトルで使用できます。この機会に自分だけの最強ドリームチームを作ってみてください。こんな感じでね、今話題の今週絶対に遊びたい、今週話題の絶対に遊びたい、今大人気のおすすめスマホゲーム10選を紹介しました。少しでもね、皆さんの暇つぶしになればね、すごく嬉しいです。今回紹介したスマホゲーム以外にも、皆さんのね、おすすめスマホゲームをぜひね、コメント欄で教えてください。それ以外にもですね、こちらのチャンネルでは暇つぶしに遊べれるスマホゲームだったり、夏休みや冬休みなど長期休みにがっつりね、遊べれるスマホゲームまで、スマホゲームをね、たくさん紹介してます。またですね、公式 LINE では新作のスマホゲームだったり、スマホゲームの事前登録を定期的にプレゼントしてるので、もしよかったらね、公式 LINE も登録してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。Bye.